当たる。ほら来た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 。なんだこれ。めちゃくちゃ釣れるやんこれ。ほらブレーディブレーディ。おはようございます、今日は9月の2日はい、網走からスタートです。いやいやだいぶね北海道上から下まで来ましたけども網走ですよ。今日はこの街でどんなドラマが起こるのか。まず一つ目のドラマ、なんと怪しいカメラマンが、この大きなハイエースを運転するという大役を自ら名乗り出るという。我々は彼のステアリングに命を預けることになる。この動画も今日で見納めかもしれない。さようなら一応言っときますサロンマッパです。これね実は、これ海に見えるじゃないですか。皆さんこれ湖です。はい、サロマ湖と言います。まあ一瞬ねこう見ると海なんですけど、ちゃんとね湖って書いてあるんで多分湖なんでしょう。はい多分って。ということでこんな感じで今日は実質最終日、明日は飛行機で帰りますので今日は最終日ですね。うわ風がえぐい。だからちょっと畑さんとか今釣ってはるんで、ちょっと高島さんもね釣ってると思うんで見に行きたいなと思います。ソイが来た。
アマゾリーです。それが来た。いるやん。そいだぜ。ねえ、ブレディでそいが釣れた。バナ釣りやで。これやで。えい。こっちのカメラ。はい、えい。ブレディで。ブレディフィッシュ。ブレディフィッシュ。万能やね。万能ですね。ブレディに何つけてる？ピンフリーショット。ピンフリー。ブレディ。ピンフリー。最近はしっかり沈めてみたいな。投げても使える、落としても使えるみたいな。そんな感じで。何これ、おっちゃんこれ何？あ、カジカ？カジカやて。これ食えるんですか？あ、でかけりゃ食える。カジカ釣れた。あ、これがカジカ。うわ、おもろい魚。すごいなこれ。あ、カジカってなんか釣ったことあるな、そういえば。北海道で昔テキサスリグで釣った。え？ですけさんじゃない、ないです、俺たちさんです。イエイ。見てこれ、手めっちゃ可愛くない？これ手、これあ、なんか落ちた。これこんな魚おるんやな、北海道やから。やっぱり昔なんかこれの50センチぐらいの釣った気がする。ちょっとあれやわ、ここからはあの大人の穴釣り見せるわ。よい子は真似したらあかんで、大人の穴釣りやで。これはあのウルトラ穴釣りっていう、ちょっと透明から探るという。投げ穴とかですね。
おお、なんだこれ、なんだこれ、またそいだそいだめちゃくちゃ釣れるやんこれ。ほらブレーディー、ブレーディー、おっちゃんこれ、そ、何、あ、これマゾイ、おいしいやつ、うまいですよ、あ、これおいしいやつ、だけどちっちゃいからね、ちっちゃいからね、これ逃がします、逃がします、刺身にしてもらう、ラーメンにしても、漬けにしても、あ、うまいんですか、最高にうまいですよ、これ、マゾイの鍋、鍋でもいいし、かわいいね、バスみたい、ついてる。これ、これ穴釣りももちろん使える。ただこれはバス用のちょっと大きいワームやから、大きい魚が釣れる。ね、穴釣りでちょっと大きい魚を釣りたかったら、ちょっと大きいワームを使う。ただめっちゃ大きいワームを使うと何も釣れなくなる。だからちょっとのこのちょっと具合が大事。これぐらいだったら完璧、3インチクラスが完璧、4インチは全然釣れない。ちゃんとブレディで、ね、えー、来
来たぜ。